トリーさあなたの中堅らしいです。というわけで今日もですねビッグサークやっていきたいと思います。ということでですね、前回こちらのやばハマったこちらのですねおさそり様をゲットしたらしいさんなんですが、実はこのさそりさんをゲットする前にですね、いろいろな何と言いますかね、ドラマがあったんですよ。まあ、詳しくは前回の動画見てくださいよ。ということで今回はですね、モレラトプスをですねと、なんだっけ、カマキリをですねリベンジしていきたいと思いますので、ぜひね皆さんお楽しみにということで、ちょっとベリーを集めていきましょう。はい、というわけでですね、今回なんか戦ってんな、まあいいや。今回は、前回の失敗を踏まえてですね、サドルを事前に作っていきましょうということで、あ違うんだ、ただ銅のインゴットがなかっただけだ、多分これと、これを多分ね、やればまずマンティスサドル、マンティスサドルどれ、あれ、あそっかそっか、アルゲンとかも作れるようになったから増えてんだよな。あまずモレラトプスのサドルこれと、マンティスサドルがこれですね、革か、革大丈夫です、いっぱいあります。はい、カマキリのサドル作れるようになりました。これ作っていきましょう。 OK です。この2つを今回はバッチリ作った、あそうだ、このなんかよくわかんないこれ資源、これはちょっとしまっておきましょうね。よし準備完了。そんじゃちょっとね、早速行きたいと思うんですけど、いろいろ邪魔なやつがいますね。さあ、途中こうクレットがいっぱい落ちてるので、これらをね、いっぱい拾っていきたいんですけど、おーナイス麻酔やーラッキー。そしてなんかゲットしました、これなんだ、あケンタウルスサドルですね。あ設計図もゲットしてます、ラッキーですね。さあただサドルをね、ゲットしちゃうと結構重たくなっちゃうのが難点ですけれども、あそこにもありますよ黄色いクレート。さあじゃあちょっとモレラトプスをね探していきたいんですけど、高レベルのモレラちゃんがいないかなというところですよね。やっぱ一人の方がやっぱ機動力高くていいな。アルゲンちゃんもちょっと狙っていくか、そしたら。はい、というわけでですね、ここに、結構レベル高めの、前回よりレベル高いですね、モレラ君を発見いたしましたので、テイムしていきたいと思うんですけど、48のカマキリ先生がいる。ちょっと待ってちょっと待って、逃げろ逃げろ逃げろ、今殴ってないよねらしいさ、殴ってないよね、大丈夫そうげだね。よしよしよし、ちょっとかなりね危険ですから、ちょいちょいこうやってこうやって、よいしょ、ベリーを上げつつ寺場に乗って横からねこいつを追従していきたいと思うんですけれども、どこに向かって歩いてるんですかねこいつは。さあちょっと行く先をですね塞いどいた方がいいかもしれませんね、こうやってよいしょ、寺場ごときじゃ塞げない塞げない、どこに向かって歩いてるんだこいつは。よしよし、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待とうよモレラ君、前回はサンバだったからな、サンバだったからな。あまあでもなんかちょっと密林の方行きますねこいつ、ラッシーさんの家の方に向かってるんじゃないですか、もしかしてこの子どうしたんだろう。よし、というわけでなんとかゲットすることができましたモレラ君、やっと復活したぜ。ということでですね、モレラ君が復活したので、このままこの勢いでですね、カマキリ捕まえに行きたいと思うんですけれども、うまく捕まえられるかな。あーでもちょうどですね、今ちょうど湧きましたね、今1匹湧きました。あそこにいるんだけど、あいつちょうどここにねラッシーさんが前作った罠があるんでね、これをうまくね使うことができれば捕まえられそうな気がするんだが、どうだろうか。あいつなんです、68レベル、ちょっとね下がった、当たった当たった当たった、どうだ、当てられるか、あーぶらぶらぶら、来た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 、倒せ倒せ、ちょっと矢を打ってほしいんだよなラッシーさん、なんで矢を打たないんだ。よいしょ、落ちろ落ちた、ちょっと待ってちょっとね、わかんないわかんない、ちょっとモレラ君入ってきちゃダメ、あーあれ気絶した気絶した気絶したよ気絶したよ、ちょっと待って、でももう一匹来てる、なんとかなんとか、これは倒さないといけない倒さないといけない、なんとか倒せこいつを。どうなってんだ今、どうなってんだ、目線がわかんない、あ気絶してる気絶してる、ちゃんと気絶してる。でこれをねこいつを殺せばいいよ、よいしょ、逃げてんねなんかしないけど、ドン、よしこれで倒せるはず、ドン、よし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 、もうすぐ倒せる、ドン、あぶねえ倒した。そしてなんかうまいことハマってますね、気絶してこれ見てこの奇跡、モレラ君が上から押さえつけている形、ほら、いやーよかった。
ったー、こいつ死なずに済みましたよ。やりましたやりました、68レベル。こんなことあるんだね。いやよかった。じゃちょっと肉入れてきますね。うわーマジ速攻仲間になったんだけど、マンティス。やりましたやりました。ちょっと待ってくれ。これはね厳しい。今ちょっとこの状態はすごく厳しいから、一旦マンティスちゃんをブロックに、あブロックにできない、なんでだ、ブロックにできないな。くそ、こいつもブロックにできないのか。こっちをブロックにするか。よいしょ、乗れるな乗れるな。ちょっと待って、これどういう状態今。下がろう下がろう、後ろに下がれない、下がれる下がれる。オッケー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 、危ない危ない、よし、オッケーオッケー、できましたできました。これでこいつをちょっとここからね出してあげれば、はい、今回は抜かりなくサドル作ってきてますからね、オッケーです。はい、来ましたよ来ました、よしよしよし。これ確かさ道具は使えるはずなんだよね。こいつ飛べないのか。これちょっとダメだったな、ダメだったな。ちょっと待てよ、よいしょ。道具はどうやって使うんですか、カマキリ君は。普通に持てばいいのかな、アイテムとして使えば道具は持てるんでしょうか。オッケー、これなら出れるはずだ。やった出た出たぞ。さあちょっと道具をどうやって使うのか教えてほしいな。これこうやってやったら持てんのかしら。持てないね。え、どうやってやればいいんだ。カマキリちゃんに道具を使わせるにはどうすればいいの。よいしょよいしょ、わからない。はい、というわけでですね、なんとか、テイムすることができました。よかった、お家に無事に帰ってきました。ということでですね、こいつにこいつ、まあこういう攻撃と、あとこの例のこれシャーってですね、これがねできるんですけれども、武器を装備したりできるはずなんだよね、あのあっちのアークだと。なんでできないかなと思って今武器を持たせてみたんですけど、どうでしょうかこれ。あ、できるっぽくない？今この剣を装備させた、すごい2つに分裂している。しかも超強そうじゃない、これは。これはちょっと強そうじゃないですか。シャキーンシャキーン、ほら、ちょっとこれで攻撃力が上がったのか見ていきましょう。さっき60ぐらいでしたね。同じやつに攻撃してみます。シャキーン、あれ変わんないぞ変わんないぞ、なんでだ。攻撃力が上がるわけじゃないのか、なんでなんだろう。でもこれ弓とかも使えるってことなのかな。そうすると、ちょっと待ってよ。そしたらさ、弓を上げてみたいんだけど、あ、さすがにこれは装備することできないですね。槍は、槍は装備できるよ。お、これはすごい、見てくれ、すごくないかこれ、二刀流。チャキーンチャキーン、ほらチャキーンチャキーン。全然ちょっと槍としての使い方が間違ってるけどね間違ってるけどね、うん、やっぱ剣がかっこいいね。はい、というわけですね、カマキリ二刀流、え、めっちゃかっこいい。もうこれだけでも捕まえた甲斐があるわ。超強そう超強そう。オッケーオッケー。ちょっとなんかカマキリのいい使い方を誰か知ってる人がいたら教えてください。多分あれだよね、斧とかを持たせて掘削するのとかが楽になるよとか、そっちで系だよね。どっちかというとね、あんま強くなさそうだもんこいつ実は全然強くないんだよね、強そうに見えて。アークのカマキリは結構強いんだけどね。まあいいや。ということでですね、今回はこれだけではありません。最後にですね、ちょっともう一匹どうしてもラッシーさん捕まえたいやつがいるんで、そいつのために捕まえる準備しますね。せっかくなので、あそこの、檻をねうまく使えればいいなと思ってるんですけど。よし、というわけでですね、できました。こちらですね、さっきカマキリ君を捕まえたトラップを改良したものになっております。どのように改良したかというとですね、こっち側からはこれもうちょっと広げた方がいいかもしれないけど、こうやって普通に入れるようになってるんだけど、ここは1マスしかないです。そうです、この罠を使って何を捕まえようかと言いますとですね、アルゲンちゃんです。アルゲンちゃんをねちょっと捕まえていきたいと思います。さあ行きましょう。うわ、ちょっといきなり来たんですけど、いきなりアルゲンちゃんどころの騒ぎじゃなくなっている、なくなっている。ちょっと助けて、わかんない、見えない、ちょっと、危ない、ほんとこれ、なんとかしてよ。はい、というわけでですね、ちょうどあそこにアルゲンちゃんがいるんだけど、あそこにもいるな、どっちかを捕まえたいんだけど、その前にあれか、この辺をちょっとクリーン、オールクリーンにしとかないと、結構危ないかもね。走り回らなきゃいけないからね、ラッシーさん。ちょっとまずこのハイエナを潰しておきましょうか。ハイエナくんね、ドン、オッケー。
さあハイエナ君をまず潰しに行きましょう。ノックバックで倒してば、結構ねやられないので、正面からだったら、全然モレラ君無敵ですね。さあちょっと一通りこの辺りのですねクリーニングが終わったので、アルゲンちゃんにね、ちょうど地面に降りてる、地面に降りてる、色違い、しかもあいつを狙っていきたい。ほら当たれ、来た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 ぞ来た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 ぞ、走れ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 、逃げろ逃げろ逃げろ、よしよし、早く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 、なんで走んないの、走んの遅いから、おしよしよしよし、いいよ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 、いい感じ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 、あ来てる来てる来てるよ来てるよ、かなり来てるかなり来てる感じじゃないこれ、来た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 、はい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 、どうだはいどうだはい、どうどう、あれあれ今いい感じに来てたんだけどな、来なくなっちゃいましたね。結構ちゃんと引っ張っていかないと、あー逃げていったかな、逃げていったなあいつ、なんでなんで、あ来た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 よ来たよ、ほいよいしょ、眠れ眠れ、もうそのまま眠れそこで、よし来た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 、さあこっちまで来い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 、よしよしよし、いい感じ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 、ちょっと登れない登れない登れない、よっしゃ来た来た、はいはい、はまったろ、よっしゃやったぜ、もうお前は出れないんだよそっから、そっからもう出れないんだよ。ほい、オッケー。あー、出れた。出ちゃった、出ちゃった。ちょっと待って待って。逃げないで、逃げないで。頼む、頼む。ほら、あっちでやばい。ほら、あ、やばいやばいやばい。チキショー。逃げちゃう、逃げちゃう。チキショー。いやー、逃げられた。これは、あそこにはまった時に、穴塞ぎに行くべきでしたね。くっそ、しまった。ちょっと待って。あ、いや、戻ってきたぞ。戻ってきたぞ、こいつ。なんか知んないけど。バカなの。バカなの。なんで戻ってきたの、お前。ほら、気絶した。戻ってきた。やったやったやった。でも、罠に入れたからっていうのもあるよね。絶対。いや、よっしゃ、やった。マジやった。だわー、48レベル。しかも色違い。やりましたね、これ。ちょっとラッシーさんの想定とは違かったんだけど、なぜあいつが戻ってきたのかだよね。わかんないよね。なんか戻ってきたんだよね。いやー、超ラッキーだったですね、これは。あのままもう取り逃がして、またかよーって。まあ、しょうがねえ、あっちの赤いやつもう一回行こうって思ったんだけど、いや、ほんとラッキー。ほんと嬉しい。はい、来た、来ました、やったぜ。あ、これ砂漠色っていうやつみたいですね。やりました、見てください、この従順な感じ、やばくないこれ。ちょっと待ってよ、こういうこの目線で見たら、ほら、うわー、超従順な感じじゃんこれ。おーおー、飛んできた飛んできた、おーおお、じゃれついてきたね。ウケる。はい、ということで無事にアルゲンちゃんを、連れてお家に帰ってきて、サドルもつけることもできました。さあアルゲンちゃんは捕まえることができるんですかね。こいつとかこいつとか、ほらあれちょっと難しいな、えいしょっと、あ捕まえる、捕まえられますね。はい、捕まえたまま、あ捕まえたまま空中ダメージはできないのかな。よいしょ、もう一回やってみよう。これで空中ダメージを与えることはできないみたいですね。運ぶことはできるけど空中ダメージはできないという感じのようです。なるほど、どこまで捕まえられるのかな。テラーバード持ってけたら結構最高なんだけど、よいしょ、あテラーバード持ってきますね。いい感じいい感じいい感じです。なるほどなるほど、いやこれでまた行動の幅がかなり増えたな、いい感じだ、よし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 。はい、というわけで今回ですね、カマキリ先生と、アルゲンちゃんと、モレラトプスゲットすることができました。ということでですね、今回はこの辺にしましょう。いやーすごいなこれ、すごいすごい。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね、バイバイ。いやーリベンジできてよかった、本当に。なんで見切れてきた。